遊びの天才は人生の天才。脳も体も心も遊びで育つ。こんにちは、阿部です。本日の遊びはこちらです。早口言葉でリレー対決。この遊びはですね、瞬発力だったり理解力だったり記憶力を養います。もともと早口言葉っていうのはですね、ウェルニッケヤとかブローカーヤっていうところを鍛えることができるんですが、そこで理解力、実はその部分っていうのは理解力を高めたりですね、46ヤっていう前頭前野があるんですけども、そこは記憶のメモ帳って言われて記憶力を高めたりします。ですから早口言葉って実はすごく脳トレになって脳活性にいいわけですね。で、遊び方は、これもですね、チームで分けて、リーダーが誰がどの早口言葉を言うか決めるんですね。ですから、どのまず早口言葉を言うかを決めましょう。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょことかでもいいですし、いろんな早口言葉をまず5つ、そのチームにいる人数分ピックアップして、誰がどの早口言葉を言うのか決めると。で、チーム A とチーム B で1人ずつ言ってって、一周早めにした方が勝ちっていう遊びですね。まあこれほんとね、順番、作戦タイムすごい大事だと思うんですけど、誰がどの早口言葉を言うかっていうのも大事ですし、その順番をどうするかも大事だと思うんですよね。で、もう一個ポイントになるのが、やっぱりこうリーダー、またはもう一人審判がいて、どっちチームもちゃんとやれてるかどうかっていうのは判断しなきゃいけないので、もしかしたらチームごとに審判がいた方が、不正がなくね、上手にできると思います。ほんと口の周り、こう、むずがゆくなる感じだと思うんですけど、それを味わいながらやってもらうと面白いと思います。アレンジとすれば、単なる自分の早口言葉を言うだけじゃなくて、隣のお友達の早口言葉を言ってから自分の分を言う。つまり、二つ言うってことですよね。隣のお友達が言った早口言葉を最初に言って、プラス自分の分を言うっていうね、二つやんなきゃいけない。これも結構難しいんですよね。で、さらに面白くしたいんだれば、さっきは順番ってリーダーが決めたと思うんですけど、相手チームの順番をこっちのリーダーが決めると。そうすると、事前に練習できないんですよね。事前に自分の隣が誰が来るかわからないから。そうすると、またその場で早口言葉を言わなきゃいけなかったりするんで、また面白くできたりすると思います。ぜひ今日も楽しみながら遊んでみてください。早口言葉リレー対決、楽しいと思います。ありがとうございました。